阿米，18年前，你是以怎么样的心情踏上旅程的呢？こんにちは。バイクの二人乗り、台湾に来たらやってみたくて。ソンラー！ソンラー！阿米，不要走。想去找这个女生吗？很想见她，就算见不到她，也想去她成长的地方看一看。さよなら。で、手つなげたんですか？やっと忘れられないんだ。なんでその子と別れちゃったの？如果当时能好好表达自己的心意，我的未来会不会变得不一样？世界中旅するんだって言ってたんだけど、神様意地悪だよ。